ですけどね、まあ、去年は岡山で35試合、おっとどうだ、後藤シュート、こぼれたところでした、先制点を置いた小手川、今のも伊佐からいい落としで小手川、ああ後藤ですかね、まあ、そのこぼれをねいち早く察知した小手が素晴らしかったですね。伊佐が落としてここで後藤負けませんでした。楢崎弾いたところ、角度もちょうど小手川のところに落ちてきました。